それ毒です。インコちゃんが絶対に口にしてはいけないものはたくさんありますが、今回は鉛についてのお話です。鉛は釣りで使う重りやカーテンの重りなどに幅広く利用されている金属です。非常に柔らかい性質なので、インコちゃんがかじってしまうと簡単に小さなかけらとなって誤飲してしまいやすいのも危険な理由の一つですね。インコちゃんが鉛を誤飲してしまうと中毒症を引き起こし、糞が濃い緑色になり、黄色から緑色の尿酸や尿が出たり、膀胱、さらに腎臓障害が起こると血尿が見られます。神経症状が出る場合もあり、回復しても麻痺が残ってしまうことも。絶対に防ぎたいですよね。鉛は人間にも非常に有毒で、昔のおしろいは塩爆というもので作られていて、原因が特定されるまでには多くの特に女性や赤ちゃんが犠牲になったそうです。ちなみに鉛筆の黒鉛は鉛ではないため、万が一食べてしまっても鉛中毒になることはありません。インコちゃんが変なものを食べてしまわないように、包丁中は必ず見守りたいですね。